おはようございます午前10時半から生放送した第65回中部財界人新春サロンこの地方の企業と経済団体のリーダー8人が出席しました前線で見ますとですねコロナ前のこれは9割をですね数パーセントぐらい超えてきたところまで戻ってきてるんですけれどもインバウンド客が増えてくるということを期待しているところであります。 新型コロナの5類移行で多くの企業で日常が戻りつつあるとした一方で未だ不安が残る物価高や人手不足などの課題や海外情勢によってこの地方の景気が後退する恐れも指摘されました元日には能登半島地震が発生被災地では経済活動にも大きな影響が出ています。 そんな中で、今回は各企業の災害への備えも紹介。時速はこれで、きた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 。J. R. 東海の丹羽社長はリニア中央新幹線の実験線を案内。南海トラフ巨大地震などのですね、大規模な災害に対する抜本的な備えになります。丹羽社長は災害時への備えとして、リニア中央新幹線と。 日本の大動脈東海道新幹線との二重経過の意義を強調しました。日本外資の小林社長は、2018年の胆振東部地震をきっかけに岐阜県江名市で始めた太陽光発電施設を紹介。災害時にですね、一人でも多くの皆様がに電気を届けるためにですね、ナス電池の普及拡大にですね、一層取り組んでいきたいなと思っております。 番組後半ではこの先期待がかかる名古屋駅前や栄の再開発に加えて新たに名古屋に導入されたタイの決済手段などを紹介。ままず松坂屋屋名古屋店このリニューーアルからスタートしていきます特徴のある百貨店特徴のあるパルコそれに先ほど見ていただいた特徴のあるイベントをやりさらに2026年をめどに錦山、えー、丁目の複合型ビルの開発こういうものにつなげていきたいというふうに思っています。 65回目を迎えた中部在海人新春サロン不安や課題が残りつつも大きな希望がうかがえる1時間となりました。